楽しく行動し成果を出し続ける人は動物脳の,の使い方がうまいワイルドコーチングの佐藤ですえ今日はですね LINE でご相談があった内容についてちょっと回答をしたいと思います、えー、テーマはですね私はいい子じゃない誰かわかってよということなんですねこれどういうことかというとですねまあその方20代女性なんですがいい子をついつい演じてしまうと すごく疲れちゃうんだっていうことをおっしゃってるんですね。でいい子演じてしまうこれ自覚してるらしいんですよ。でついつい自分をまあ想作ろう偽るでそんな状態だからとにかく疲れてしまうストレスを感じる。で一人にになった時に、はあ すするわけですね肩の力抜けるもうそういう状態も疲れて自分が自分で嫌になるんだで本当の自分がよく分からないもう誰か私のこと分かってよっていうような状態らしいんですよねでこのいい子を演じてしまうってこれ結構多いんですよでいい子を演じてしまう人っていうのはですね 別にいい子になりたいわけではないんですね。これどういうことかっていうと実は親だったり、まあ、先生友達や上司恋人そういう人に認められただこれ実はですね突き詰めると褒められたいとか認められたいっていうこと以上にこれなんです。 嫌われたくないんですこの思いがすごく強いんです。でモチベーションって言いますけどもこれ動機づけですね。何かをやる理由。このご相談者の方で言うといい子を演じてしまう理由これがモチベーションなんですがモチベーションにはですね2つしかないんですね。1つは会を求める。もう1つは痛みを避ける。で この方の例で言うと嫌われたくないっていうのは痛みを避けるっていうモチベーションなんですね嫌われたら痛いですよね痛たたたってなるわけですねだから嫌われないように本当の自分を隠すんです瞬間瞬間瞬間の考え方思考だったり感情本当の気持ちだったり行動振る舞いこういったものを 偽るんですね本当の自分とは異なるようなことをやっちゃうんですそれは疲れますよ。で、これが習慣になっちゃう。もうついつい自分でもコントロールできない癖になっちゃうんですね。そうすると、本当の自分がわからなくなってしまうってことなんですね。これは疲れるに決まってます。そして本来であればですね、一緒にいて安心する恋人。こういう人の目の前でも、 こういうことをやっちゃうわけですよ。嫌われたくないあまりに。好きであればあるほど嫌われたくないですね。この一つの苦しい状態なんです。一緒にいたい。だけど一緒にいると疲れる。これ苦しいんですよ。でこういった悩みを持ってる方ですね。まあ、女性に限らずですね、男性も増えてるようなんですね。ですからまあ今回こういった動画を撮ろうと思ったんですが、答えはもうですね、簡単なんですよ。 誰か分かってよってこれ誰かってこの方自分以外の誰かを期待しているんですがそうじゃないんですまず自分自身が本当の自分を分かるってことが大切なんですこれどういうことかと言いますとこれ脳みその話をしたいと思います人の脳っていうのはですね人間脳と動物脳ざっくり言うと大きく二つこの二つからなってるんですねでこの動物脳っていうものが 最初にあってで、その後人間脳っていうものがこの上に乗っかってくるそんな感じなんですで動物のこの原始的な脳もう生きるための脳この脳が存分に働いていない状態機能していない抑圧されている状態だと本当の自分がわからなくなるんですねで 端的に言うと本当の自分っていうのは動物的なな欲求なんですよ自分の本音感情欲求この部分が人間の後から出てできてくる上物ですねこの人間脳の働きが大きくなればなるほど働きが活性化すればするほどこうあるべきだこうしないと嫌われる こうしないと受け入れてもらえないこうしないと評価してもらえないこうし,てしないとダメな人間だと思われちゃう何々であるべきというこの考え方「べき」これが強くなって自分がこうしたいっていうこの欲求である動物の方がどんどん予感されてきてしまうってことなんですでこのようないい子を演じてしまう人の共通点っていうのは 人間脳の働きが強すぎて動物脳の働きが弱いっていうことなんですで。こちらをご覧ください。いい子を演じてしまう人っていうのはこういう感じなんです。人間脳が働きすぎて動物脳が弱い。これ馬と人のこのイラストで表しているんですが人間脳が大きくて 動物の貧弱なんです、ね、そして向きが逆を向いてますね。これが努力しても成果出ない人の特徴なんですいい子を演じていても結果的に例えば恋人とうまくいかなくなっちゃうわけです。例えば相手にしてみたらですねなんか俺と一緒にいても 彼女全然楽しそうじゃないむしろ辛そうなんか一緒に会うっていう約束してもなんかはぐら,さはぐらかされてしまうとかそういうことが起きてしまうんですねで結果うまくいかないわけですよでこういう人すごく増えてるんですねそういう人っていうのはこの努力しても成果出なない、B、段階なんですねじゃあ逆に「努力して成果が得られる A」の人っていうのはどういう人かっていうと 人間の方がそんななにに過剰に働いていていです動物脳がしっかりと力強く発現している活性化しているで向きが一致してるんですねですから努力して成果が出るんですねでこれものすごくですねあの何て言うんですかねまあ皮肉なことなんですけども 自分の本音とか感情とか欲求を出した方が好かれるんですよ。これね多くの人が勘違いしてるんですよ。間違った思い込み、信念っていうのを持っています。ですから、この方にも、まあ、LINE 上でですね、アドバイスさせていただくっていうことを、まず、自分が分かるってことなんです。自分自身の本音本当の自分分身のの本本音当 自分がが知るっっててことことれが大切だっていうことなんですねただここからなんですよこれでああそうですかで問題が解決すればいいんですがなかなかそうではいかないそれなぜかっていうとこういう人っていうのはですねもう小さい頃から人間脳が働きすぎて親からの期待先生からの期待周りからのこうしてほしいっていう期待をもう過剰に受けすぎて 人間の方が働きすぎちゃってですね。動物の働きが弱い本音感情欲求というのは自分でもよくわからなくなっちゃうんですね。なのでまず第一段階としてはですね、動物脳をしっかりと活性化しましょうっていうことなんですよ。で動物脳を活性化するとですね、一面これ言葉は悪いですけど自己中になるんですね。ただ自己中と言っても本当にもう犯罪者になるとかですね、もう問題トラブルメーカー になるとかそういうレベルではなくてですね、ちょっと前の自分より自己中になるって感じなんです。前があまりにもタコ中すぎたんですね。なのでちょっと自己中に戻るような感じなんです。このバランスが必要なんですね。そのためには動物の活性化させる必要があるということなんです。で、ここなんです。動物脳を活性化させるこの時の大切なこのポイントになるんですが。 これはの縄張りが広ければ広いほど自分の本音感情欲求っていうものをどんどん打ち出すことができて自分が本当に魅力能力可能性を発揮できる範囲が広がってる状態になるわけですね。でこの図はですねニートだった方が自分で好きなことをビジネスできるようになった。 状態このビフォーアフターを示します。青がニー度だった時ですね。狭いんですね。この脳内、縄張りが最初ニー度だった頃。ただ、こうやって割とコーチングのセッションを受けるとですね、自分でビジネスできるようになった状態。広くなっていくわけですよ。これを知ってほしいんですよで、ね。多くの人はですね、人間脳で何とかしようとしちゃうんですね。これ逆効果なんです。まあ、潰れます。 自自分が自分がのどどんんん苦しめることなんです辛くて辛くてしょうがない。で最終的には何かで逃げなきゃいけないわけですね。それが場合によってはお酒かもしれないギャンブルクラも。ギャンブルかもしれない。何かこう依存症かもしれない。そして下手をするとうつ病になったりとか。最終的にはもう最悪のケースは自殺ですよね。でこれを止めたいんですよ。だからこういった動画をですねこう隙間時間にこう作ってるわけですけどもぜひですねこの まあこの LINE でご相談あったのですね、まあ、共有したいと思うんですがいい子私っていい子だないい子ジャンプってのはブリッコだなこれいい子ブリッコっていうのはですねもう遅かれ早かれもう苦しくなるんですだからまず動物のをしっかりと活性化発現させましょうそのためのこのワイルドコーチングということになりますはい今日の動画は以上です一緒に新しい規模を作っていきましょう ワイルドコーチングの佐藤でした。